もう異常ですね、今の日本。気象庁が発表している最高気温なんて目安に過ぎないということですね。商品の発送をもって返させていただきます。また番組の感想や番組内で取り上げてほしいテーマなど皆様のお声もお待ちしています。そんな中でですね、皆さんの夏の思い出のエピソードを引き続き募集していますので、皆様の凍っとる。うん、うまい。36度か、暑いわ。さあ今日も飲みました。でまだ朝ですけどね。暑いな毎日。今日は扇風機 1,2,3 台ですね。暑すぎてポータブル電源も熱中症になったらいかんので日傘かけてます。暑すぎて iPhone がオーバーヒートする問題解決できました。ペルチェ冷却めっちゃすごいですね。これヒヤヒヤ、キンキンに冷えます。ランタンハンガーにはランタンと虫除けキャンドル、虫撃退電撃装置、そして鬼山くんをつけてます。夜に活躍してほしいな、撃退装置。晩飯も焼き鳥、楽天でめっちゃうまいの見つけてまとめ買いしたんですよね。
概要欄にリンクしてるんで、興味ある方はチェックお願いします。まあ、人類のその歴史って7000年とも言われてます。はい。その中で本当に多くのオスが使われていました。うまい。虫よけは帽子のリアルオニヤンマくんと巨大なオニヤンマくん、虫が嫌いな音を発するカムジープラス、そして虫よけキャンドル、香取慎吾に電子香取、虫よけブレスレット、電子香取慎吾、電撃虫撃退装置、すべて概要欄にリンクしてますんで、興味ある方はチェックをお願いいたします。ちなみにこれ発泡スチロールなんですよ。結構重たいものもいけるんで、空気みたいに軽いからおすすめですよ。人は誰でも未知の世界に憧れ、旅に出るのさ、たった一人で。時には人生悲しみにぶつかり、時には青春霧の中さまよい、泣くこともあるけれど、そうさ心の星を見つめて、旅人は歩いてゆくだけさ。